えー、こんにちは、です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日は理論の第2弾ということですね。5度圏と調合っていうのをやっていきたいと思います。まあこれ5度圏で聞くだけでなんか難しそうと思うかもしれないですが、まあ、ものすごく理にかなってて、わかるとそんなに難しいことでもないので、まあちょっと覚えなきゃいけないところがあるんですね。完全5度は覚えた方が早いってことですね、えー。これはもう覚え方があるので覚えてしまいましょうで。音が12音になった理由っていうのが、まあこれを分かっていくと、これが結局5度圏のことなんですけど、 で五度圏っってていうこう、ずーっとこずと一,一順してくるんですねで。調合の仕組みっていうのを、えー、まあここから出てくるので調合も覚えてしまいましょう今回はメジャーのことを調合ばっかりだけですが、えー、調合の仕組みであこういう風になってるんだなっていうのの覚え方っていう、まあ、まあ流れを覚えてしまえばそんな難しくはないんですねで移動しない CDFGABC という音名のことですねやっていきたいと思います 完全度ドは覚えた方が早い二度とか三度は鍵盤を上に浮かべればする出るけどまあ度があったとしてドでまあ超二度は、まあ、隣の音だし、まあ、まあ半音だと単二度と隣だから超二度したって言われてもこうまあドからえー もう一一つつ下がったりつ上がっったたりり上すするるだけけででいいじゃないですかところが完全5度ってなると半音で12345677個数えてなきゃいけないのでなので毎,毎回半音で7個数えてたらこれ間に合わないわけじゃないですか。で基本的に2度とかも7度とかそういったものも何回も出てくると覚わってきて瞬時にパッて思い浮かぶんですけど特に5度に関しては。 まあ、あの覚えておかないともう正直全然間に合わないので先に5度を覚えてしまうと流れ的にはすごく楽になると思いますね。なのでこの5度の流れを覚えておくとドラマーでこうは僕もハーモニーをこう見てるのでそしたらここは5度進行してるんだなとかあここはこういうふうに動いてるんだなっていうのが、まあ、パッとわかるようになるかなと思います。2-5-1っていうのが、まあ、後で出てくるんですけど5度加工進行をしていくのでこの形を覚えると非常にいいかなと思いますね。 音が2対3をたどると12で元の音に戻る。これ先にちょっと先取り、5度系の先取りですけど、ピタゴラスっていうのは何を考えたかっていうと、音の振動を倍にするとすごい馴染むから、これは同じ音って名付けたわけじゃないですかで。2対3もすごく混じるから、2対3っていうのを取るじゃないですか。そうすると2対3を取って2対3、2対3っていうのが5度下降になるわけなんですが、5度進行ってやつなんですが、2対3の音で C から2対3を取ると F になると。C から、そうすると F になると。 まあ5度下降というか、5度どちらそァの、ファこれが5度下降になるんですが、4度上昇と一緒っていう話は前回。そしたら、今度こっちは、ずーっと下降するともう桁足りなくなるんで、で、一回上がって、で、次は B フラットになるわけですね、ここは。えっと、CF はいいんですけど、B フラット、ここから調合をつきます。CF。 C、F、B フラット、E フラット、A フラット、D フラット、G フラットっていう、こういう動き、なんかカニが歩いてるみたいな、トントン、こういうふうに、カニが歩いてるみたいな動き。になりますね。で、この、えっ、ー、と、G のフラットは F のシャープとも考えられるので、F のシャープとして考えると、F シャープ、B、E、A、D、G、C というふうになります。という動きですね。 この5度加工っていうのをしていくとちょうど C から12音たどると C に戻ってくるじゃないですか。だからこれがピタゴラスが考えた5度圏、Circle of Fifths って言われるやつなんですけどこれ c f b フラト、e フラト、a フラト、d フラト、g ト、これ f シャープ、で BEADGC っていう風に戻ってくるということですね。で、 ピラコダクスは感動したわけですよ。こうやって音を取って、で、オクターブ上げて、こう調節してって帰ってきたら、おー12個ケースと同じ音に戻るんだ。自然の節理ってすごいと思ったわけなんですけど、ぴったり12じゃないんですね。結局、結構ずれてるんです。これ、僕の他の動画で、この、あのー、 平均のの話はしてるので、興味のある方は説明欄の方を見ていただくと僕別にあの平均率のお話をしてるので結構なズレがあるんですね。それをこう,うまくいろんな方面から見て鳴らして、まあ、ちょうどこう帳、まあ、尻のいいところをだからちょっとみんな ちょっと音に濁るけどちょっとどいて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 っていう風にいろいろやったところでいろ、まあ、んな法則で考えてできたのが、まあ、平均率って言ってそうするとこのやっぱ12でちゃんとこう一巡してるっていう形を取ると非常に音楽は作りやすいということなんですね。でんで作りやすいかっていうとまあ、調合っていうのができるんですけどこのドレミファソラシドっていうのはまあよくは正確であった。 この白い鍵盤、白鍵です、ねえっと、僕黒剣と白剣って言っちゃうんですけどこれは僕の,あの理論の師匠がそうやって言ってたのであのでもちょっとご指摘あった通り本当は本来なら発鍵と黒鍵ですだけどまあ黒い鍵盤白い鍵盤黒剣白剣っていう風に僕はちょっと呼んじゃうのでまあできるだけ黒鍵と発鍵って言いたいと思いますが発剣でねこう これで発見を取ると、それだけで性格として、歌としてメロディアスに作るにはちょうどいいということをこう下に並べたわけですよ。でも12音階をそのまま、えー、あんまり使わないものをこう、黒剣にしてこう上に上げたわけなんですねと。で、こうやって演奏してると、いろんな音が使えるよねっていうところになったんですが、ドからレに行くのは超二度。レからミに行くのは超二度。要は全音になるわけですね。ミからファは単二度なので半音。要は全、全、半、 前前前半っていう風になりますよね。この感覚を、ファから始めたときに、ここの、えー、シワフラットさせると、前前半、前前前半になるという風に。そうすると、ファから始めたドレミファソラシドができるということですね。そうすると、ファの時は、ファから始めた時は、 フラットが1個つきますよ。で B フラットから始めた時はフラットがちょうど2個つきますよ。E フラットから始めたらちょうど3つ弾きますこれが全部調合なんですね。なので調合がパッてここのファのとこにシャープがついてるとあっソから始めたドレミファソラシドなんだと。と <music> いうことですね。この12個のあキーができるじゃないか。だから12個のキーを,そのそれを いろんなキーで音楽を作ってしまえば、だから平均律のクラビィアっていうのをバッハが作るわけですね。そうすることによって、いろんなところのこう音列でこうメロディーが作れるんじゃないか。そうすると何がいいかと、はこうテ調ができるってうことですね。曲がこうよく最後半音上がったりするじゃないですか。最後の演奏の時にこう 急にパッて転調されてこうドラマチックになったりするっていうのもあるし交響曲を作ったりするのは同じメロディーがこうキーが変わって出てきたりすることによってものすごくこうところがこれはだからバッハが音楽をまあ要は難しくしてダメにしたっていう人はやっぱり世の中やっぱたくさんいたんです。 こういうの、ジャズだと、こういうことを一生懸命やって、あっちこっちのキーでいろんなことを考えてアドリブをする。アドリブってもっと単純にみんなが楽しくこうやってみんなで歌えばいいのに、こんな小難しいことやってっていうの、チャーリー・パーカーがそういうことをやり始めたから、チャーリー・パーカーがジャズをダメにしたっていう人はやっぱり今でもニューヨークにたくさんいるんですね。だけど、このことができたことによって、すごく音楽の可能性が広がったわけなんですね。広がったイコール難しくなったわけですよ。だから、 あの難しくしやがってっていう人もいれば難しくして ありがとうと思う人もいるわけ。これがなかったらラベルの音楽もないし、ショパンの音楽もないわけなんですね。だからこういう五度圏っていう、これはフラットが増えていく、シャープが増えていくっていう風に考えて、えー、これ覚え方があるんですね。これ覚えさせられました。ファドソレラミシ、シミラレソドファという風に。もうこれはね、唱えるしかないですね。呪文みたいに。ファドソレラミシ、シミラレソドファ、ファドソレラミシ、シミラレソドファ。このファドソレラミシ、シミラレソドファを取ってみると、結局、ここ、これでしょう、結局。 えー、ファ、ド、ソ、レ、ラ、ミ、シじゃないですか。シみられ、ソ、シみられ、ソ、ド、ファなんですよ。だから結局ずっとこの、えー、F のシャープから B に行くときに調合がこう落ちるのと、F から F と B のところに行くところがちょうど、えー、ここが弦語度になっているので、F と B の関係がここが、えー、 増4度になってるんですね。減5度になってるわけですよ。つまり完全じゃないんですね、ここが。トライトーンって言って、後でものすごく重要な音になって出てくるんですが、ここがちょうど完全じゃないから、B の時は F シャープにしなきゃいけないし、この、で、B フラットの時は F にしなきゃいけない。ここで、長尻が合うんですね。なので、 ここから、シミラレソドファを覚えとくと、シミラレソ、シミラレソドファっていう風に回っていくわけなんですね。ところかこれ、僕これ覚えたんですけど、シ、まあ、このシミラレソドファが、この音名これ後で出てくるんですよ。音名として、やっぱりこう、この、この記号ね、C とか F とかと繋がらなくて困ったんで、このもうこれは B、E、A、D、G、C、F。 B, E, A, D, G, C,、A、F って僕は何度も覚えました。もう歌で歌じゃないけど。 B, E, A, D, G, C, F っていうふうに覚えてください。まあなんか他にも覚え方あるのかもしれないですけど、そうすると B, E, A っていうのが、これが、えー、いわゆる、こう、251, D, G, C っていうのが 251, G, G C, F っていうのが251,251っていうのはね、ちょっとわからないかもしれないですが、わかる人からすると、こういう、こう流れがね、B, E, A, A, A D, G っていうふうに出てくるので、こっち周りだけ覚えとく。B, E, A, D, G, C, F. BEADGCF って覚えとくとフラットがついても BEADGG から, G, から G のフラットから C のフラットに行くときはこう音目がちょっと変わるのでここだけこのつなぎ目だけ覚えとけば BEADGCFBEADG、e、っていう風に覚えておけばうまくいくんではないかなと思います。これも、ね、何回も,何回ももも何何回回う 呪文のように唱えてると、覚わるじゃないですか。そうすると、パッて見たときに、あ、B、E、A だから、あ、これは5度進行してるなとか、あ、E、A、D だから、ここは5度進行してるなっていうのが、パッてわかるようになってくるんじゃないかなっていうふうに。まあ、結局、何度も覚える。結局、全部覚えなきゃいけないと大変だけど、流れで覚えてしまうと、覚えやすいですよね、みたいな。まず、ここの部分、今日覚えるのは、シミられソドファ、ファトソレラミシ、B、E、A、D、G、C、F です。ここを覚えていただければ。 はい。で、調合の仕組みですね。これ12個全部覚えるのかっていう話になるんですけど、これは、フラット1個は F なんですよ。これは覚えるしかないですね。もう覚える、もうここはまあよく出てくるんで覚えると思う。で、何もないと C ですね。で、フラットの場合は、え、B、えっ、ー、と、C、ミでつくじゃないですか。そうすると、このミの1個手前の、この、これが、B のフラットがついてるね。これ B フラット。 シミラーだとか、ミのフラットが、これが E フラット。シミラレ、これはラのフラット。シミラレ、ソってやると、このシミラレ、この1個手前ので、レのフラットになります。シャープの場合は、全音 A。だから、ファの音にシャープがついてたら、ファ、ソーになりで、ファ、ド、最後の音の、最後についたシャープの音の全音 A だから、ドの全音 A だから D になります。ファ パードー、ソ、ソの全音上だから A になるっていうふうに覚えていただければなのでフラットは1個は F って覚えて2個以上は1個前最後についた調合の1個前のところがキーになりますシャープはついてる音の一番最後の音の全音上がキーになるっていうふうにこれは僕は教えられましたねでも最終的にはもうなんとなくパッて見てあキーが4個ついてるからいいだなとか シミラレレの全音名だからいいっていうふうに考えてなくて4個ついてるといいって覚えちゃうんですけど最終的には覚えるんですけどまあ12個覚えられない間はこういう規則を覚えておくのも一つの手かもしれないですねで移動しない音名っていうのがありますえー、ソから始めたドレミハソラシド っていいうのがあるじゃないですかでそうするとソから始めた、えー、ドレミハソラシドのファの音とかいう話になってくるとあちょっと訳がわかからなくななくくってくるじゃないですかだからどこから始めたドレミハソラシドのどこから始めたドレミハソラシドって言われてももうワンファ訳がわからなくなるんでこの移動しない音目を CDEFGABC っていうコードとかで使われてコードが C っていうのは必ずここの黒。 国権ね。国権の2個目のキワのここ、ここからの、この1音ンンになるわけですね。これが、えー、G から始めると、こういう風うになるということですね。なので、ここはもう絶対変わらないんですけど、ドレミファソラシド自体はスタートの位置が変わることがあるんですよ。ドレミファソラシドは移動するんですけど、CDFGABC は必ずここに固定されています。なので、 G から始めたドレミア・ソラシドのことをキーが G と言います。スタートが G から始まって、ここから始まってる。で、この C から始めてるドレミア・ソラシドが、C、キーが C というふうになります。なので、移動しない音名っていうのがあって、こいつは変わらないから、これを基準に考えて、ドレミア・ソラシドは C から始めたドレミア・ソラシドのソは G になるけど、G から始めたドレミア・ソラシドのソは D になります。 とと、いいう,うに考えていくとわーちょっと頭こんがらがりそうだけどいろいろずらすことによってこう転調できたりとかこうキーが変えるようカラオケのキーをちょっと一つ変えたりとかね歌え高いからちょっと低くしてっていうようなこともできるようになったわけこれも全てそういうこう、バッハとかそういう人たちが作ってきた偉業になるわけですがなのでここは最初覚えるしかないです。で覚えた方が早いものはもう暗記してしまいましょうもうク,クと一緒です。だから微分析文やるのにクク 覚えなくていいですかみたいな。めんどくさいんでって言ったら、いや、もうそっちの方が大変でしょうみたいな。3が、3×6 は、えっと、3が6でって言っていただいて、はいって,って、う遅いっ置よねみたいな話になるじゃないですか。なので、基本は覚えた方が早いんですけど、規則があれば、そっちで覚えるのもありだし、まあ、基本的にはこう、規則的なものなんですよ。3×6 っていうのは3が6個あると、18になるってことなんですけど、1個ずつ数えてもいいけど、でも、最終的には三ブ6、18なんですよ。だけど、あのー、最初のうちはある程度こういう 規規則則こういうういいにになっっててるるから風うう考えるであとはこうよく使うキーが出てくるとあこのキーの時の5度っていうのはもうこれだなっていうのがもう瞬発的に分かってくるんですけど最初のうちはもうある程度数えるしかないですねだからあんまり出てこないあんまり使わないキーでやるとものすごく結構みんなパニックになるというかだからフラットが1個とか2個とかね楽だけどあのフラットがフラットが 6個出てきたりとかシャープ特にジャズの人はシャープの曲が少ないんでシャープの音がシャープが4個ついてたりとかするとあーってなるんですけどでもロックの場合はシャープが4個だとキーがい、e、だからだからギターが開放弦使えるからすごく曲としては多いんですけどジャズの人は嫌がるんですね特にこう管楽器の人が、えー、苦手なんじゃないかなと思います。感覚器はそうですね、えー えっと、B フラット管ってテナーとかだとプラスシャープが2つ足されると思ってもらえばいいし、えー、アルトだとプラスシャープが3つになるんでだから管楽器としてはフラットが多い方がフラットが3つだったらアルトの場合はグレミハソラシドでいけるんですよ、えー、フラットがシャープが3つ増えるってことでフラットが消えていくんでっていうこう,こうサークルのこっち側に回ればいいこっちに3つ分回ればアルトのキーになるし2つ分回ればテナーのキーになるわけですね なので、こう、キーっていうのがちょっと難しいことになってくるんですが、まあ、ちょっと分かったような、分からないような、やっぱりかなり難しいかもしれないですけど、えー、この規則をぜひ覚えていただけたらと思います。この辺はもうねもう、暗記するしかないですね。今日だから暗記しなきゃいけないものは、ハドソレラミシシミラレソドファで、BEAD g シエですね。この えー、3つを覚えていいいいただければいいと思いますこの3つを覚えてもらってこの規則が分かっていればまあ基本数えれば最初はできるのででだんだん数えてられなくなるんで演奏中はねだから演奏中はもう,もう感覚でできるようにしなきゃいけないんですけどこの規則は必ず覚えなければいけません大変ですけど頑張って覚えてください、えー、本日は以上になります今日も最後ままでごご視聴ありがとうざいした今日も最後までご視聴ありがとうございました 今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします私のメールマガジンがありますので詳細の欄から URL がありますからそちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください毎日僕からメールが届きますジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします 三大特典もついておりますのでぜひご検討くださいそれでは今日は最後までご視聴ありがとうございました黒田和義チャンネルでした